はい、ご覧いただきありがとうございます。ロロジロです。ロロジロです。はい、ではこちら今日もカスタム車ご紹介させていただきます。どうぞ。はい、はいはい、こちら前回ちょっと前ですかね、ちょっと前にも紹介させていただいたんですけども、はい、追加でカスタムのご注文をいただきました。ありがとうございます。あれやな、ちょっとここ最近カスタムして、はい、やっぱちょっと追加でここもみたいなのが結構続いてます。はい、はい、ありがたい話ですね。ありがとうございます。はい、でこちらの車体はですね、前回クランク周りを交換させてもらって、でライブ配信中には重量を見ながらちょっとねパーツを変えていったんですけども、結構これなんでこんな軽いみたいな、妙に軽いブロンプトンのスーパーライトモデルですね。はい、真ん中このステマのローカラーなんですけども、この前後がグレーになってるんですが、これねチタンフレームですね。はい、昔今でいう P ラインに当たるんかな。はい、昔はこれは X っていうアルファベットが頻繁に追加されて、スーパーライトモデルと呼ばれていた、チタンモデルって呼ばれてたやつですね。そいつをベースに前回カスタマイズさせていただいて、なんか妙に軽いということで、ちょっと話題になった、ロールチューブで話題になった車体です。はいはい、でそれをですね、ちょっとじゃあもうちょっとだけいけるかなっていうところで、ちょっと追加でねご注文いただきまして、そこを作業させていただきましたんで紹介していきたいと思います。はいはい、ではですね、今回追加で作業させていただいたのは、見て分かる通り、前回ね泥除けついてました。が今回は泥除け前後を外して、E バージョン化ですね。はい、これ言い方ってどうなんかな、2023年、どうなんね、20年か、結局リアテリア付きでウィズラックね、ノーフェンダーですかね。ちょっと言い方が2022年まだ何もないんですけども、2021年までは公式に E バージョンっていうね品番になってました。最後に E って入るんですよね。はい、L が泥除けがついてて、 E が泥除けがないモデルです。で結局2022年、公式にはもう泥除けの品番がないですね、そういえばね。ということで、引き続きじゃあロールチューブは E バージョンと言いますね。はい、今回 E バージョン化させていただきました。はいはい、これもともとスーパーライトモデルベースで結構軽いパーツ入れてるんですけども、やっぱ妙に軽いっていうポイントの一つとして、泥除けがついてるにもかかわらず結構軽かったんですよね。はい、でそれカスタム終わった時、まだ軽できるやんみたいな形で結構ねチャットで盛り上がって、でそれを今回は泥除けね、重さが出てた泥除けを外させていただきました。はい、その分軽くなるのと、見た目もすっきりしてね、もう見た目にも軽いですよね。はい、はい、で E バージョン化するにあたりまして、パーツをちょっと2点交換してます。はい、じゃあ久保さんこちら、はい、こちらフォークのパーツなんですけども、まず1点目、このケーブルフェンダーシールドですね。はい、H&H のケーブルフェンダーシールドを取り付けさせていただきました。通常泥除けが来た場合はこうやって泥除けがケーブルとタイヤを当たるのを、ね、防いでくれるんですけども、その泥除けがなくなりますので、このパーツがちょっと必要になってきます。はい、まずこれですね。でこちら H&H のケーブルフェンダーシールドの、これでチタンカラーですね、チタンになります。はいはい、スーパーライトモデル、チタンモデルはフォークが、ね、グレーに塗装されておりますので、それと統一感出そうと思ったこのシルバー、グレー系のパーツがすごい似合うと思います。でもう1点、次こちら E バージョンフックですね。でこの E バージョンフック、結構 H&H のパーツが続いてたんですけども、久々ですね。こちらはマルチ S の E バージョン用フックになります。機能としてはですね、 H&H と同じで、畳んだ時にフォークを引っ掛ける部分がブロンプトン、必要になってきますんで、それを、その代わりですね。で純正も E バージョン用フックっていうのが出てるんですけども、ちょっと純正を使うと畳んだ時に、ね、傾きやすい、こけやすいっていうのがありまして、その辺を回避するために H&H であったりとかマルチ S の E バージョン、アルミ製の E バージョンフックが出ております。でこいつを使ってもらうと、もうバッチリ畳める畳んでもこけにくい状態になります。はい、で H&H と違ってですね、デザインがちょっとシャープですよね。はい、すっきりしたデザインになりまして、あとは空張りもすごい豊富です。はい、すごい特殊な鮮やかなブルーとかピンクとかもねあったりしますので、車体のイメージに合わせて選んでいただく。で今回はチタンフレームになりますので、これねライトグレーですね。はい、ちょっとシルバーっぽいんですけど、設定はライトグレーの設定の E バージョン服を取り付けさせていただきました。はい、
まあ、この2点取り付けさせていただいたんですけど、すごいねフォークとカラーが非常にマッチしてて、なんか自然ですよね。はい、はい、あのすごいフォークと一体感が出てまして、余分な色を足さないような形ですっきりしたデザインでカスタマイズできております。はい、まずここですね。はい、で次、はい、こちらフロントキャリアブロックですね。はい、こちらもともとはですね純正の樹脂製のものを取り付けていたんですけども、今回 H&H のフロントキャリアブロックのバージョン2ですね、はい、に交換させていただきました。で色はまあ純正と同じようなブラックカラーという形ですね。でこのフロンアルミ製のフロントキャリアブロックなんですけども、純正はプラスチックなんで、アルミとプラスチックだったらプラスチックの方が軽いだろうってなるんですが、実はこのアルミの方が重量が軽くなっております。ですので、まあ、軽量化であったりとか、結構ねカスタマイズしていいパーツで構成していくと、ここのでっかいプラスチックの片面がちょっとうーんって感じに、ちょっとあんまりかっこよくはないと思うので、その辺をスタイリッシュにプラスアルファ重量も軽くで、あと見た目もねこう肉抜きがすごい肉抜きされてますので、見た目にもねすごいスッキリするので、結構これはねおすすめです。はい、で次にですね、実はケーブルも新たに交換させてもらいました。はい、これね一見するとわからないんですが、今回交換したのはねブレーキケーブル交換してます。でこのブレーキケーブルなんですが、今回使用したのはですね、前回もともと日線ケーブルのブレーキで一式あの取り付けさせていただいたんですけども、今回日線ケーブルのウルトラライトケーブルですね、はい、に交換させていただきました。まあ、日線から日線に切り替えるというちょっとリッチな感じなんですけども、まあ、リッチな感じというかね、実際ですねこのスーパー、ウルトラライトケーブルはですね日線ケーブルよりもだいぶ高いです、お値段的に、はい、倍じゃ効かないですね。はい、結構いいお値段しますので、ここでご注意ください。はい、で効果はというと、通常の日線のアウターケーブルの重量は約半分になります。はいはい、でこれ実際ほんまに半分なんかなというところでちょっと心配だったのでですね、実際にあのライブ配信での作業中はね実際に重量を測って作業しています。もともとついてた長さと合わせてこのウルトラライトケーブルも切らしていただいて、その切った状態での重量をねライブ配信の、動画であの実際に測って作業してますので、よかったらそれも見てみてください。はい、で実際どうやったかっていうと、実際にカタログスペックというか、日線が公表するあのスペック通り約半分になってましてね、はい、半分よりね実際ちょい軽かったと思います。はい、1g ぐらい、はい、まあ、ちょっとそれライブ配信の動画残ってますんで、よかったら見てみてください。はいはい、で、まあ、重量もめちゃくちゃ軽くなるのと、あとはね通常のそのステンレスのやつよりもちょいね柔らかいですね、しなやかな印象なので、まあ、折りたたみ自転車との相性はすごいいいんじゃないかなと思います。はいですね、通常はまあ通常の日線はステンレスが巻いてあるんですけど、このウルトラライトは、ね、アルミになってます。はいですね、はい、でまあ重量も軽くなるししなやかになりますので、あとはご予算許せば結構おすすめですね、折りたたみ自転車と相性いいんじゃないかなと思います。はいはい、でただしですね、今回ブレーキだけ交換したと言ったんですけども、実はねシフトケーブルはねこのウルトラライト出てないので、まあ、交換できるとしたらブレーキケーブルのみとなりますのでご注意ください。でね、ちょっと僕ちょっとちゃんと調べきれてないんですけども、もしかしたら、ね、カラーバリエーションもちょっと選択肢少なくなるんじゃないかなと思いますので、はい、そこはまあご予算とカラーとあとは何を重視するかですよね、重量であったりとかでご選択いただければと思います。はいはい、まあ以上ですね。はい、今回はですので、まあE バージョン化させていただいて、フロントキャリブラ交換してウルトラライトケーブルという形でカスタマイズさせていただきました。はい、でじゃあちょっとねせっかくなんで、まあ、あのライブ配信中の作業でも重量測ったんですけど、実際これ今何キログラムになってるかちょっと測っときましょうか。はい、はいはい、じゃあ熊さん、はい、はい、実際に測ってみたいと思います。はい、まあ、このメンテナンススタンド、実はまあメンテナンススタンドなんですけど、重量もね測れるようになってますんで、実際にこれ乗っけてちょっと映像でね何キロか撮ってもらいたいと思います。じゃあ乗っけますね、熊さん。はい、いいですか。いいです。じゃあ熊さん行きますよ。はい、はい、じゃあ行きます。ゆっくり乗りますよ。ゆっくり、じゃあ乗せましたと。はい、じゃあ皆さん何キロだと思いますか、さん。はい、いや、はいじゃなくて8キロぐらいですか。はい、
じゃあですね、走記録かどうか、はい、じゃあ実際に生駒さん、じゃあ撮ってみてもらっていいですか。はい。はい、どうですか、どうですか、ちょっと じっくりね、じわじわ。はい、反射してる。あ、映った。はい、こちら、生駒さん、何キロですか。8.13 キログラム。はい、8.13 キログラムですね。はい。はい、どうですか、めちゃくちゃ軽いですよね。もう持った感じで、重量が軽いな、まあ、この大きさん、もともとね、持ってきたタイミングで、結構ね、9キロだったの、9キロ切ってたぐらいですかね、かなり軽かったので、で今回、E バージョン化、まあ、フェンダーを取るのが結構効果でかかったですかね、で、まあ、こまごましたところで言うと、まあ、こういうね、本当に数グラムずつ削って、ようやくここまでの重量が出たっていう感じになります。はい、でこの 8.13 キログラム、まあ、2000、まあ、海外ですね、日本にはまだ入ってきてないのであれなんですけど、海外の T ラインっていうのがあるんですけどね、フルチタンの、まあ、あれに迫るスペックだなというところで、まあ、実際これ S ハンドルで外装4なんか、はい、外装4段にしてますからね、はい、それで一応 8.13 はかなり軽いモデルとなってると思います。はいですね、どうですか、はい、さん軽いですね、はい、あ、以上ですね。はい、まあそんな感じでですね、今回はまあ軽さ重視のお客様のブロンプトをね、カスタマイズさせていただきました。これまあ2回、まあ直近なんですけど、2回作業、ライブ配信で作業させていただいて、まあ、パーツ外して重量確認してもう一回つけてみたいな形でね、ライブ配信作業してますんで、まあ気になる方はそれ見てもらうとすごい面白いと思います。僕やっててね、めちゃくちゃ面白かったですね。はい。で、お客様はこの2回目のカスタムはもうそんな軽ならんからちょっともういいよ、つって動画いいよっていう形で言ってくれてたんですけど、まあ、僕ね、重量を測りながら作業するのすごい好きかもしれないです。はい。で、最後に、まあ、作業前と作業後で重量もね、確認しながら、これ作業をさせてもらって、すげえ面白かったので、まあ、軽さ重視でなんかカスタマイズしたいなってお客様ね、ぜひご相談いただければと思います。はい。まあ、このお客さんのパーツ構成がすげえ参考になるんじゃないかなと思います。で、あとね、これ、まあ、前回クランク変えた時にも言ったんですけど、これ、普通にかっこよくないですか？かっこいいですね。ねえ。まあ、軽さ重視で、あとは、ま、海外製のちょっと怪しいパーツを使わずに、まあ、かっこよく軽くカスタムできるっていうのがね、このお客様の事例で確認できましたよね。はい。面白いと思います。はい。で、ちなみにですね、このお客様の軽さを見てですね、市長さんはですね、軽量化するのやめたって言ってましたんで、はい、諦めがついたって言ってましたんで。はい。まあ、なんか年式によってなんかフレーム自体の重量も若干やっぱ違うっぽいですね、はい、で比較的年式がまあ古いっていう言い方が合ってるかどうかあれなんですけど、もしかしたら年式がね、古い方が軽い可能性もゼロじゃないような感じ部分が確認できたので、その辺もすごいプロンプト面白いと思います。はいですね、まあ、すげえかっこいい感じで軽くカスタマイズできました。はい、まあじゃあそう、今日はこんな感じですね。はい、はい、じゃあ久保君もね、軽量化どうですか。ちょっと考えます。はい、考えるそうです。では今日は、怪しいパーツを使わずにガシガシ布れる状態でかっこよく軽量化したブロンプトンのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございます。はい。パーツ構成はこれ普通にいいパーツばっかりなんでね。はい、これで8.13は非常に軽いと思います。はい。さあこっちクランクがかっこいいです、ね、一番。